三雲は、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、浅潮型の六番艦である。1944年10月下旬の、冷手沖海戦で、西村艦隊に所属し、すり顔海峡へ突入、米艦隊の砲雷撃を受けて沈没した。艦名は、海上自衛隊の山雲型護衛艦、山雲に継承された。三雲の浸水式。 1937年7月24日、藤永伝造船所。駆逐艦、三雲は、藤永伝造船所で、建造開始。1936年10月22日、三雲と命名。姉妹艦、朝雲、工作艦、赤紙も、同日符で命名されている。同年11月4日に、寄港、1937年7月24日に、 浸水、1938年1月15日に航、春工同時に第41駆逐隊に編入された。同年9月15日、第3予備艦となり、横須賀海軍交渉で、蒸気タービン機関の改造工事を実施した。1939年11月15日、所属の第41駆逐隊が、第9駆逐隊となった。 1940年11月15日、第9駆逐隊は、第2艦隊、第4水雷戦隊に編入された。太平洋戦争開戦時には、朝潮型の姉妹艦3隻と共に第4、水雷戦隊、第9駆逐隊に所属していた。1941年12月8日、三運は、第21水雷隊、第11総海隊などと共に、 バタン島攻略に参加した。同島のバスコ飛行場確保が目的であり、上陸した陸戦隊は抵抗を受けることなく飛行場を占領した。ついで、リンガエン湾上陸作戦に参加。12月31日、サンフェルナンド東大沖で誤って、味方の嫌いに触れ損傷した。1942年2月5日、リンガエン発。9日香港に到着。 入居して、応急修理を行った。4月1日に出港し、6日、横須賀期。以後9月末まで同地に留まり修理を実施した。なお5月15日府で、3運は、第9駆逐隊より除籍された。同日府で、損傷修理中の浅潮型3隻は、予備官となる。約5ヶ月が経過した10月1日府で、3運は、警備駆逐艦に指定される。 横須賀鎮守府海面防備部隊に編入され、戦団護衛任務に従事する。同日、三軍は、駆逐艦、萩風のトラック白地日本本土海港を護衛する。航海中、スクリューの脱落で、航行不能となった、萩風を栄光し、8日に、横須賀港へ戻った。12月8日、オツ1号輸送作戦。 第2部隊として輸送船2隻を護衛し、横須賀を出発、途中で、駆逐艦、追い風と護衛任務を交代した。1943年2月8日午後4時、3ムは、平員輸送船、タ田丸を護衛して、横須賀を出発、トラック白地へ向かっていた。午後10時15分頃、三倉島東方40マイル地点で、タ田丸は、米潜水艦。 ターポンに雷撃され、約20分後に沈没。竜田丸の前方線から1500メートルを航行していた三雲は爆発音を聞いて反転、いかにせるやと信号で問い合わせるが応答はなかった。風速20メートルのしけにより捜索は難航。小野艦長は竜田丸の痕跡を発見した者には賞金を出す、とまで通達したが、 燃料切れになるまで捜索しても、破片すら発見できなかったという。乗船者、約1500名は全員戦死した。その後も三運は、護衛任務に従事し、各地を転々とする。9月20日から10月6日まで、輸送船3隻、水上規模艦、秋津島、駆逐艦3隻は、定2号輸送部隊として、第17師団の上海クレトラック、 ラバウル移動を実施する。この輸送作戦を準備中の同年9月15日、サンンは第4駆逐隊に編入された。海戦時の第4駆逐隊はカゲロウ型駆逐艦4隻で編成され第4水雷戦隊に所属していたが、ミッドウェイ海戦を経て1942年7月に第10戦隊へ移籍していた。その後、1943年8月6日の ベラワン野戦で所属艦2隻を撃沈された第4駆逐隊は2隻編成となっており、三軍の編入で、カゲロウ型とアサシオ型の混成部隊となった。第4駆逐隊は第4号輸送部隊第3、輸送隊として輸送船2隻を護衛、11月12日にラバウルへ到着した。11月中旬、三軍はトラック白地から、 日本本土へ向かう4隻を護衛する。11月19日、三軍は、戦団を追跡していた、米潜水艦、スカルピンを発見する。三軍は、爆雷攻撃を加えて、スカルピンに損傷を与え、浮上した同艦を砲撃により撃沈した。三軍は、米潜水艦乗組員42名を救助した。乗組員たちは、竜田丸の仇を打とうと色めきたったが、 おのはそれを制して、救助を行い、コーヒーやトーストを振る舞ったという。なお、トラック白地に到着した、スカルピン乗組員は、彼らを撃沈、救助した、駆逐艦について、サウンではなく、横浜と教えられた。12月上旬、サウンは、駆逐艦衆運と共に、トラックパラを輸送船団護衛任務に従事。同月中旬、連合艦隊は、 母号輸送作戦を発動する。三雲、周雲、風雲は、戦艦大和と空母昇格を護衛して、横須賀に戻っていた。三雲も作戦に組み込まれた。12月20日、戦艦、大和駆逐艦2隻からなる土の絵一号輸送部隊は、横須賀を出港して、トラック白地へ向かう。だが、トラック到着直前に、米潜水艦、スケートから、 ヤマトへの来撃を許した。ヤマトは、魚雷一本の命中により勝破。25日、三隻はトラックに到着した。直ちに、三雲は、母三号輸送部隊、第二部隊に編入され、軽巡洋艦二隻、駆逐艦二隻という戦力で、ニューギニア島、カビエンへの輸送作戦に従事する。1944年1月1日、母三号輸送部隊、 第2位部隊は、カビエンで米軍機85機の襲撃を受ける。輸送部隊は零式艦上戦闘機の援護を受けつつ、野城と三雲、大淀と秋月の二軍に分かれて米軍機と交戦、敵機の撃退に成功した。軽巡二隻が勝破しているが、深刻な被害は出なかった。三雲は、撃墜5機を記録、機銃装者と資金弾により若干の浸水被害と、 戦士2名、重軽傷10名という被害を受けている。1月中旬以降、ラバウル方面への輸送船団護衛任務に従事。2月15日、第4駆逐隊3番艦の三軍は輸送船、朝香丸を護衛してトラック白地を出発した。2月17日、トラック白地は米軍機動部隊及び戦艦部隊に襲撃されて大損害を受ける。 練習巡洋艦、カトリ、特設巡洋艦、赤木丸と共に第四駆逐隊の司令駆逐艦、マイフーが撃沈され、四駆司令磯久氏研磨大佐も戦死した。四駆は二席編成になる。三雲は脱出してきた、野わけと合同し、引き続き、朝香丸を護衛して内地へ向かった。三雲は二十四日に、横須賀駅島して、補給、修理を受けた後、 3月16日に出居。3月25日、高橋亀四郎大佐が第四駆逐隊司令として着任し、三雲を司令官とする。3月31日、除籍された埋風の大艦として、三雲の姉妹艦、万長が第四駆逐隊に編入され、胴体は三隻編成となった。第四駆逐隊に変化がある中、駆逐艦三隻は空母、 千歳のサイパン方面輸送作戦を護衛する。日本本土起動後の4月、4隻は空母2隻のサイパングアム方面輸送を護衛した。6月以降、今作戦、マリアナ沖海戦に参加。第4駆逐隊は、第2航空戦隊に所属し、空母3隻、戦艦長と、従順洋艦最上、駆逐艦として、オツ部隊を編成、マリアナ沖海戦に臨んだ。 おつ部隊からは、費用沈没、巡洋と、流放損傷という被害を出した。7月上旬、第4駆逐隊は、戦艦、不装の日本本土海港を護衛。航海中の7月10日、周運、風雲の喪失による、第10駆逐隊の解体に伴い、同隊所属だった、姉妹艦、朝雲が第4駆逐隊に編入される。第4駆逐隊は、 定数4隻を回復した。日本に帰還後、第4駆逐隊の2隻は、空母、随方第61駆逐隊等が笠原諸島、伊予島方面への輸送作戦に従事した。10月中旬以降の早号作戦で第4、駆逐隊は分散配備され、野わけのみ、栗田艦隊、第10戦隊機関の軽巡洋艦、矢作及び、 第17駆逐隊と行動を共にする。第4駆逐隊3隻は不走型戦艦2隻、従順洋艦、最上、駆逐艦、しぐれと共に第1遊撃部隊第3部隊に所属して、第2位戦隊司令官西村昌司中将の指揮下で0対1突入を目指した。10月25日、西村艦隊は、すり顔海峡に突入したものの、 しぐれを残して全席撃沈された。午前2時20分マイナス30分頃、満潮から、山雲から、朝雲から、しぐれから、山城から、不装から、西場という単純人の2番手に位置していた。山雲は、米軍駆逐艦隊が発射した魚雷の命中により、航行不能となる。西野によれば、満潮、山雲、朝雲は、ほぼ同時に光りなり、 三運は強鎮であったという。全員が戦死したとされる。生存者一名が、マニラ地区地上部隊に編入されたという記録が残るが、その後の消息は不明。同海戦で、山城、不裕、万長、浅雲とも少数の生存者が、米軍に救助されたが、その実数は定かではない。なお、栗田艦隊に所属していた、野分けも、従順。 地区救援中に撃沈され、第四駆逐隊所属艦は1日で全席を喪失した。1945年1月10日、駆逐艦、三軍は満潮型駆逐艦、帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。全滅した第四駆逐隊も解体された。安倍敏夫中佐。 1937年8月16日から1937年12月1日、原た明市少佐。1937年12月1日から1938年1月15日、原た明市少佐、中佐。1938年1月15日から1938年12月1日後旗定一中佐。 1938年12月1日から1939年3月10日、有馬時義少佐。1939年3月10日から1939年11月15日、小がいよいよ、終始賞作、中佐。1939年11月15日から1942年5月20日、小野志郎賞作、中佐。 1942年5月20日から1944年10月25日戦士、同日付人海軍大佐。ありがとうございます。